見える。胞子の動きが手に取るようにわかるっす。ふわふわ浮いて鬱陶しいっすけど、老子の落とした栗に比べれば止まったようなものっす。チッチ、気づいたようじゃな。修行の効果に。さっきのあれか、栗切ったり木切ったり、なんか効果出てんのかよ。うん、なーに、理屈は簡単じゃ。敵から離れず最小限の動きで身をかわし、最大限の手数でもって攻撃するとな。確かにできてるみてえだけど。なるほど、あの時のロープは相手から離れないために結んだんですね。いかにも。お前さんもなかなかいい目をしとるわい。にしてもよ、そういうことを覚えろってはっきり言った方が分かりやすいんじゃねえか。自分で気づかにゃ身につかんこともあるじゃる。たく、相変わらずひねてんな、じいちゃん。驚いたぜ、あのじじい。まだ弟子取ってやがったのか。しかもなかなかやりやがる。じじい、勘だけはすげえからな。まさか俺がここにいるって気づいて資格を差し向ける気か。あのおじいさんのカゴの中身、どうにかして取り返さないと。それだけじゃダメよ。あのよそ者のおじいさんたちに穴場を知られたからには、生かしては置けない。おう、どうしたよおばちゃん。顔色悪いけどよ。なんでもないのよ、なんでも。ビビってんのか。あれなら多分今戦ってるガキが始末すると思うが。あんなやめるとか言い出すなよ。大丈夫、大丈夫よ。地面の石に足が引っかかってつまずいて転んじゃったわ。これ、あらやだ、お香か何かが火に入っちゃったわ。やだ、すごい煙ね。あれは、あんな役からののろしだ。まさか天津岳採取の穴場が知られたのか。なんと、これはまずい。村の存亡の危機だ。わしらの利益を守らねばならん。打って出るぞ、準備をしろ。しかしこの時期は火葬が多いです。今年は特に。わかっておる。騎士団を呼べ。全員武装してついてこい。何としてもよそ者を仕留めるのだ。はっ。さすがじゃ娘っ子。わしが見込んだだけのことはあるぞ。
りゃ厄介な相手だったな。お疲れ様です。二人ともさすがです。そういや、なんか紫の煙がブワーって出てきたけど、あれは何だったんだ？そういえばそうっすね。戦いに夢中で気にしてなかったっすけど。ねえ、気にするでない。ほれ、後始末をするぞい。なあなあ、そんな紋章ってどうすんだよ。ん？そりゃ持っていくに決まっとるじゃろ。せっかく仕留めた獲物じゃぞ。まさかじいちゃん、それ空気じゃねえよな。え？それ動物とかに生えてたやつっすよね。うん、こんだけ見事なものとなりゃ宿主はクマかなんかじゃろうな。老師、そんな気味の悪いの私食べたくないっすよ。なんじゃ、置いていく気か？もったいない。使い道なんぞいくらでも見つかるわい。それじゃ行くぞ娘っ子、さらなる余す竹を求めての。天も恐れに下りました。そういえばレンスさんでしたっけ？あの人たちはどこへ行ったんでしょう？確かにいつの間にか消えてたっすね。どさくさに紛れて逃げちまったかの。まったく、久々に顔を見せたと思えば薄情な男だわい。くそ、案内人のおばちゃんどこ行っちまったんだよ。だがジジイたちを見つけたのは運が良かったな。あの山盛りの天津竹を外に売りに行きゃかなりの金になる。幻のあれとかを探すまでもねえぜ。待ってやがれジジイ、てめえに一泡吹かしてやる。おいてめえレンス、おい、俺たちを置いていくとはいい度胸じゃねえか。俺らを何だと思ってやがる。覚悟しやがれ。お前らいいところに来たな。ええ？舐めた口聞いてると。いいか、あのジジイが天津竹を山盛り持ってんだよ。パッと見なが50本はくだらねえ。んだと？詳しく聞かせろ。さあな、ジジイが穴場でも知ってんのか。とにかく奴のカゴはあれでぎっしりよ。てこだ、あのジジイを襲ってカゴをいただいちまえば俺らお金持ちって寸法よ。相変わらず考えることが悪どいじゃねえか。ああ、あんたたちここにいたのね。おう、おばちゃんか。悪いがもう少し案内続けてもらうぜ。あの小さいジジイに用事ができちまってな。あら、もう山の主様は探さないの？いいんだよ、楽に稼げる方法を見つけちまったからな。おや、これは皆さん。ここにおいででしたか。おっさんたち
誰っすか？麓の村の村長をしておりましてな。今は山の見回りに。なるほどな。この山って観光地だもんな。安全じゃねえと客も減るってもんだな。その通り。それでどうですかな、甘酢竹狩りの方は。案内人をつけないとなるとやはり厳しいものかと思いますが。へへん、オイラたちには山の達人がいるからよ、ナンジーちゃん。キヒチチチチ、そう褒めるな。まあこんなもんじゃよ。これはこれはなかなかのものですな。すっげーだろ。このじいちゃん知らないうちにキノコ拾ってんだぜ。なるほど。この山をこれだけ愛する方には一つ秘密を教えて差し上げようか。秘密？なんだそれ。あ、もしかして甘津竹がいっぱい生える場所だったりして。おお、それはぜひとも教えてもらいたいっす。ではついてのお楽しみということで、こちらです皆さん。村長。うん。どうしますっかな。ビビってんじゃねえぜ。あんなジジイ俺らで人ひねりよ。いや、あのジジイ意外と手強いんだよ。奇襲かけても気づきやがるからな。あのおじいさんを捕まえるの？ずいぶん山に慣れてる様子だったけど。ああ、捕まえんのも厄介だろうな。まずはどこに向かったかをだな。それならそこの細い道かしらね。山に詳しい人ならあっちに向かうかもしれないわ。ほう、じゃあレンスよ、お前先歩けや。へへへ、俺らの中じゃお前が一番腕が立つからな。強いジジイに会ったら俺らかなわねえぜ。ああ、ったくしょうがねえな。じゃあ行くぞ。なあおばちゃん、落ちずについてこれるか。ほら手貸せよ。あら、ごめんね、親切に。悪いわね。おばちゃん、故郷のお袋が若かった頃になんか似てんだよな。うちに絵飾ってやってよ。ホームシックか、柄じゃねえ。うるせえ、ちっちゃ立ってろ。あらら、前向いて歩かなきゃあんたが危ないよ。おうなんだか懐かしいぜ。私はこんな大きな子供を持った覚えは。何やってんだよあいつ。ああ、なんてこと、足滑らせちゃったんだわ。この高さじゃもう。嘘だろ、あいつあそこまで間抜けだったかよ。チェ、行くぞ。クソ、まずは一人。なんか山の様子が変っすね。
変ですか？うまく言えないっすけど、そういう雰囲気というか匂いがするっす。匂いね、オイラにはわかんねえけど。そうじゃの、山のどこかで余すだけの取り合いでも起きとるんじゃないか。そうかもしれません。で、おっさんたち、この山の秘密ってなんすか？あれから結構歩いたっすけど。ああ、あれのことですな。それは、うへっ！おい、いきなり何すんだよ。何とは？この山の秘密について教えて差し上げようと。この山で甘酢竹を取れるのは私たちだけです。村の重要な収入ですからね。一本や二本なら見逃したが、そこのじいさんは取りすぎた。どこの穴場を見つけたのか知りませんがな、その口は封じさせてもらいます。ん？それでわしらに剣を向けるのか。仕方ないの。まあ、こんな程度の相手なら娘っ子らの敵ではないぞ。ほう、我ら精鋭に子供が太刀打ちできると。キチチ、あの太刀筋じゃかなわんぞ。この娘っ子はお前さん方よりよっぽど鍛えとるからな。望むところっす。先輩の夕飯は邪魔させないっすよ。天の恐れに気づきたら、とくとご覧あれ。ごめんなさいね。精霊のご加護に感謝します。一体何がどうなってんだ？それ私が聞きたいっす。あの立ち筋全然容赦がなかったっすよ。やれやれ、どうやらあの村の連中は金に目がくらんどるようじゃ。利益を守ることはともかく、そのために人情沙汰はちょっといただけんの。まったくっすよ。ここの連中今までもこういうことやってたっすかね。かもしれんの。レンスといい、この島に関わるもんはそんなんばっかじゃの。昔々のそのまた昔、世に名を轟かす剣豪がいた。抱える弟子は数知れず。しかし弟子筆頭の堕落を皮切りに、一人また一人と悪の道へ。そん時も金に目がくらんだと。そういうこともあったそうじゃ。それもしかしてあのレンスっていう柄の悪いおっさんのことっすか？なに、昔からよくある話じゃよ。なんてんの。ほれ、次へ行くぞ。あ、ちょっと待つっす、老師。ほれほれ、さっきの戦いの報酬。